泣いてます。泣いてますかね。ああもうちっちゃいな、うん、泣いてます。横で泣いてますよね今ね。これも泣いてます。これ泣いてます。泣いてます。いやお腹動かしてるのか。ついに見つけましたね。ついに見つけました。とりあえず岩崎草ゼミ、はい、日本最小、はい、ちょっと遠い位置なんでなかなか鳴いてくれないんで、そうですね、はい、今カメラをセットして、しかし鳴き始めですよこれ、ね、今日は鳴き始めです。いやなんか、はい、こんな鳴き始めに出会えるなんてラッキーかもしれないですね。はい、今日がこの岩崎草ゼミこの辺りの鳴き始め初日。いや鳴かへんな。泣いてくれるかな。泣いてくれる。せっかいどこだかせっかって言われる。関西人せっかな。高崎さんが、はい、セミ取りました。日本で一番小さいセミ、はいはい、岩崎草ゼミを取りました、はい、逃げられてたりして泣いてます。泣いてますかね。ああもうちっちゃいな、うん、泣いてます。横で泣いてますよね今ね。これも泣いてます。これ泣いてます。泣いてます。いやお腹動かしてるのか。見えますかね。あれちょっとこれ見えるかな。あ、泣いてる？動かしてる？はい。すごいですね。このミニサイズのセミ。体長1センチ強。1センチ強。1.5 センチぐらい。あの羽の長さまでは。はいはいはい。かわいいなこれ。こんなんもね、あのここの人らは珍しないから。そうですね。僕らは珍しい。飛びそうですね。飛んだ。高崎さんがいきなり走ってデカバッタを見つけました。沖縄本島では撮りましたけど宮古で初デカバッタ。デカバッタちょっと出してみます。はい、あいたたたたた噛まれた。なんでですか。あいたたたなんでですか。嘘。いやケリオンね、ケリオン、めっちゃケリオン。またあれですよ、飛ばすんちゃいますか、蹴られて、うん、台湾なんちゃらですかね、うん、なんとかいなと。ちょっとこの子はちょっと小さめの、はい、のような気がします。でかいですか。はい。顔はどうですか。顔は、やっぱり同じかな、うん、ああやっぱりすごいですね、心拍で。すごいです、この後ろ足の
蹴り方が、はいはいはい、蹴りがすごい後ろ足の、ほらほらすごいです、ね、後ろ足の蹴りがすごい、ほらほらほんまですね、蹴りがすごい、蹴りがすごい、どうかな、さよなら、さよなら、飛ぶ、これ大体飛べへんねんな、これ飛ばへん、定番ですな、うんうん、ちょっとしばらくしてから飛ぶ、長間浜に来ました。ここは割と有名なビーチですね。高崎さんはなぜかやる気満々。よし、やるぞ。浜でも昆虫を取る。あ、くそ。逃げられた。高崎さんが長間浜に向かって降りていきます。こうやって見るとジャングルみたいですけど。はいはいはい、開けていきました。開けてきたよ。イエーイ。おっ、よっ、おっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ドドン。あれ、あれ、ちょっ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 、あれ、ちょっ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 、あれ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、あれ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、あれ、ちょっ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 、